県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタシティズンミュージックパーク豊田市民音楽広場にお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、このトヨタ CMP はですね、毎月第1第3金曜日の19時からこの豊田市駅前ギャザビル南広場で行われているんですけれども、第1金曜日がアイドルデー、第3金曜日がアーティストデーということでね、今日久しぶりに第3金曜日ですか。そうです。え、第4ですよね。もう忘れた。ちょっと最近ラスト第5、そうですよね、第5、明日も11月だった。最近ちょっと変則的なんですけれども、久しぶりのアーティストデーでございます。ゲストにタット1026さんをお招きしてるんですけれども、スタートも久しぶりにね、アーティストっぽくソロテンプロジェクトを皆さん覚えてますか、ちゃんと。まあでも今年の夏ですからね。はい、ま、今年の夏にですね、はい、スタートソロテンプロジェクトというものが発表されました。トヨタにゆかりのあるアーティストさん10組と、スタートのメンバーから10人ソロ曲として配信限定で発売されているんですけれども、ちゃんと10曲ダウンロードしてあるよっていう人。はーい。あれ、真ん中らへん全然いないんですけど。ダウンロードしてる人。はーい。本当に持ってないみたい。10曲まとめて買うとちょっとお安く買えますので、ぜひ皆さんしっかりダウンロードしてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速ソロテンプロジェクトの中から3曲お送りしたいと思います。最初は誰でしょうか。はい、私の初恋です。聴いてください、初恋。見つめて振り
は若田あかりでサマーグロー。Summer
皆さん、後半戦も盛り上がる準備できてますか？イエーイ！コールも OK なので、皆さん声を出して温まりながら盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。好きがんで他を通り過ぎ
そのタット1026さんなんですけれども、はい、なんとね、ソロデンプロジェクトで、はい、誰とコラボしたんですか？はい、コラボじゃないですね。はい、ミスロと、タットさんの曲があるんですけれどもね、はい、あの曲をね、提供していただいて、はい、なんと、はい、コラボが、はい、初めてです。そうなんですよ。実はまだコラボしたことがなくて、そうですよね、タイミングが合わずね。そうなんです。もう夏に発売されて冬になっちゃいましたけど、冬になっちゃいました。もうドキドキですね。楽しみですね。もはい、ということで皆さん、この後のステージもお楽しみください。ということでゲストはタット1026さんです。どうぞ。イエイエイ、お疲れ様でした。いや、めちゃくちゃパワーもらいましたよ。ギリギリまでね、上着着ようかなと思ってたんですけど、彼女たちがね、あんな元気に踊ってくれてるんでね、そして皆さんもね、せっかくこの寒い中立ち止まってくださってるので、僕は皆さんをちょっとしても温められたらなと思って頑張ろうと思います。楽しみ方は十人十色、みんな自由にやってて。スピーカーから流れるどれかいビートはちょうど心の鼓動と同じスピード、だから気にすんな周りのピーポー。 Just obey your heart beat、 体揺らしてぶっ飛び、こっから本番 TUT。 騒いだもん勝ち祭りの夜は終わらない派手に、打ち上げ花火よ、ドラリ光放ち照らしたツッキリ、今夜のパーリー、下げ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 パーリー、下げ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 パーリー、 Let's have party。少しずつ体揺らすとちょっと暖かくなってこないですかね。このままどんどん行きましょうかね。わーわー、オレオレノリノリタッと、お待たせ言って登場パッと、左に友情、右手にマイク、これが俺の決まりのスタイル。そうよ、ありのまま行く、可愛いギャルのギャルたちのわがまま聞く。だって最後はラブ&ピース、盛り上がっていきましょう。お願いします。何でもいいです。皆さん持ってるものぶん回して、マフラーでも帽子でもいい、タオルがあればタオルを回してくれ。何もない人はその手を回してくれ。いいです。この学生たちも手袋回してくれ。行くぜ。ありがとう。 Shut up, believe me, no one.
当たり前最短距離をつまんねえから今まで迷ってきて久しぶりにちょっとこの曲歌ったんですけど、思い出したのがこれジョイサウンド、カラオケのジョイサウンドに入ってる曲でもあるんですけど、実はね、カラオケの入ってるんですけど、Leave Me Alone って曲で、この今歌ったやつとちょっと違うんですよね。実はなんかね、こっちが言ったわけじゃないんですけれど、リリースされた時はもうこのメロディーだったんですけど、リリース前の時にカラオケになる時にちょっとね、間違ってメロディーが伝わってて、なのでこの曲をもしね、聴いてもらってそのままカラオケボックスに入れると、あれ違う曲じゃんみたいになっちゃう曲になるというね、すごい面白いことが起きてたんですけれども、はい、誰も笑ってないですね、僕だけです。冗談。改めまして、タットと言います。 TUT って書いてタットです。ちょっとなかなかね、チュットとか言われたりするんです。タットっていうあだ名で、TUT-1026、 これがね、天通郎で本名は達郎なんですけど、僕ちょっとアメリカに住んでた時期がありまして、その時期のあだ名がタットだったんですね。なので、あだ名のタットと本名の天通郎1026をつけて合わせたような名前になってます。名前のね、タットだけでも覚えていただけたら嬉しいななんて思ってます。さあね、まだまだこれからね、ちょっと体温めてほしいんで、もっと明るい曲をちょっとやっていこうかなと思います。次の曲お願いいたします。皆さん飛び回れますからね、マスクね、お願いします。
晴らしい。いいですね、いいですね。さっきより少しずつまたね、体の動きが大きくなってきたんですけれども、嬉しいですね。どん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 行きましょう。その殻をね、ちょっと照れくせえななんていう殻をね、破っていってほしいんです。次の曲お願いします。まだまだ上がっていきますからね。さっきより体を揺らしてください。みんなね、いや僕いつも思うことがあるんですよ。ライブってなんかね、教えられることが多いなと思ってて、実際曲なんか書いてるとね、レコーディングとかブースの中だったりとか書くときなんかもこうでペンとかで書いたり僕はするんですけど、意外とこう自分の中でやるような孤独の作業なんですけど、こうやって集まると自分の机の上で考えてたことっていうのはあくまで頭の中でしか想像してなくて、今日なんかもこうやってライブしていく中で、あ、こうやって皆さん手拍子してくれるんだ、こうやって飛んでくれるんだとか思うと、なんかこうね、すごい発見があるしワクワクするんですよね。で、あ、次のライブだっけ、じゃあこうやって行ってみよう、こうやって行ってみようっていうね、その会場ごとでね、違うライブになって違う曲になってくるような気にして、すごく嬉しいんですけど、今日はね、めちゃめちゃいいです。皆さんのパワーにね、すごく圧倒されてます。僕もね、もうちょっと驚かしてください。次の曲なんですけれども、みそらちゃんとね、今年の夏に新たな発見といえばですね、僕も実際あんまり
他の人に曲を書いたことってそんなになかったんですけども、今回はね、スタート、地元同じ地元のねスタートの、オファーということでね、チャレンジしてみました。今日もね、先ほども言ってたんですけど、初めてライブではやります。そして音源になっているものとはちょっと違ったバージョンでね、皆さんにお届けしようかななんて思ってるんで、そちらの方もよかったら楽しみに聞いてみてください。知ってる方はね、知らない人はまた始めて、ありがとうね、ありがとう、いいよ、最高。多分すげえ、ドキドキしながら言ってくれたと思うんだけど、ありがとう、ピース。みそらちゃん、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、本当にドキドキしますね。はい、めちゃくちゃ緊張しますね。ねえ、はい、ねえって分かんないけど、俺が緊張してる。なんか歌ってないし、新しいちょっとね歌詞をつけたりしたんで、はい、上手にいくか分からないですけれども、皆さんにお届けしたいなと思います。じゃあお願いします。Dance with me.
素晴らしい。もうなんか本当にマジで照れくさくてちょっとこっち見れんかったけど勇気を出してみたらもうみそらちゃん前しか見てないからあらみたいなしかもねみんながもう俺見てないからね本当に全員で目合わせちゃろうと思ってんだけどさ全員みそらちゃん見てるからいやいやいやそんなことないですよ。あいやいやいやと思いながらごめんねさあねせっかくスタートのみんなとね今日はライブさせてもらってるんでね次の曲はもう本当ここにいる全員そしてもうスタートのみんなにも参加してもらおうかなと思ってるんでエブリバディって曲です。よろしくお願いします。スタッフのみんな来てください。お願いします。力を貸してサビの部分では一緒に全員で踊りましょう。ありがとう。踊ってくれとった？本当かよ。このね、せっかくコラボレーションで1曲と言わず、もう1曲ちょっとスタートのみんなに協力してもらおうかなと思ってます。そして皆さんにも協力してほしいですよ。ガッチリ踊ってくださいね。ミューズって曲です。よろしくお願いします。
もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとう。いやー、よかった。みんなのおかげだ。ありがとう。そして皆さん自身にも大きな拍手をお願いします。素晴らしい、ね、初めから皆さんね、一緒に盛り上がってくれてたんですけど、どん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 ね、曲を重ねていくごとにどんどん笑顔が増えてったなぁなんて思いまして、最後の方はね、だいぶ体を動かして温かくもらってきたかななんて思うんですけれど、ありがとうございます。最後の曲はですね、ドリーマーという曲でございます。この曲はですね、つい地元 の、 ダンスのスタジオの方と一緒にですね、ちょっとイベントをその人たちが立ち上げるということで、そのテーマソングとして作った歌になるんですけれども、その曲を最後に出してください。聴いてください。ドリーマー。「涙乾かしていた弱い」
本当ですか、はい、ありがとうございます。こんだけメンバーいると端っこだと見えなくなっちゃう。はい、ありがとうございます。はい、ということでダットさん、何か告知などあればぜひぜひお願いします。そうですね、今月はもうこれでラストなんですけど、来月ですね、12月の24日クリスマスイブ、皆さんに予定がありますよね。それがクリスマス、毎年ですねクリスマスに開催されてるんですけど、ダンススタジオ DSK という日進市にあるんですけど、そちらのダンススタジオの、クリスマスイベントに参加させてもらいます。よかったら遊びに来てください。観覧無料らしいんで今年は、はい、遊びに来てください。ダンスとかがたくさんあります。はい、ということでスタートからも告知したいと思います。はい、はい、12月の7日土曜日にスタート定期ライブ22を開催します。場所は豊田市駅前シティプラザです。駅を越えたねサイゼリアの前のところでやります。時間は14時からです。観覧無料なのでぜひぜひ12月7日は豊田市駅で一緒に楽しみましょう。はい、そして12月15日日曜日は大林和音で一部牧野渚のソロワンマンライブが13時半から、2部スタートのクリスマスパーティーが17時半から開演です。皆さん、こちらの方はツイッターの方でツイッタースタートのホームページの方で予約開始しているので、ぜひ予約よろしくお願いします。はい、そして、年明け1月5日にはですね、栄の名古屋リニーリミテッドで、スタートの主催で、星版ボリューム4を開催します。いつもはですねこれスリーマンなんですけれども、今回はスペシャル版ということで、4から5組のアーティストさんを招いて13時からやります。はい、そして同じく17時半からは定期ライブ23が名古屋でリニミテッドさんにて行われます。新曲新衣装などまだまだ盛りだくさんなので、皆さん絶対に来てください。はい、そしてですね、今スタートパーカー特製パーカーが2回目、メローのアルバムの販売の時に1枚目なんですけど、2020年版として2枚目、今注文受付が開催されました。物販での販売はありません。ネットで、受注生産になりますので、注文の方お忘れなく、皆さんよろしくお願いします。12月7日までとなってますね、はいはい、詳しく今、いっぱいいてね、頭の中パンパンだと思うんですけれども、詳しくは全部スタートのホームページの方に載ってますのでチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこの後、グッズ販売物販になります。ラットさん、何か販売されますか？はい、CD とか、はい、なんか補足、お願いしますなんかすごいなと思って、告知ここではいはいってこう見てて楽しいだろうなと思ってこっちが言うんだみたいな入ってこうと思って残念でした。入れなかった。入れませんでした。入れなかった。はい、ということで、はい、はいはい、でももうごめんね、楽しい時間なんでね、すごいね、はい、これも練習してるのかなと思って、その告知のやり方とかはい、恥ずかしい。たまにやります。そうなんだね。そうですね。そっかそっか。明かりがちょっと低温だけどね。あ、はい、これはいつも通りですね。はい、はい、というわけで実践しております。え、じゃあタットさん、多分あんまり変わらないと思うんです。聞いてください。ごめんなさい、失礼しました。いや
でも本当にね、結構私たちアイドルソングだったりね、はい、あのいつも女の子の声が響き渡ってるんですけども、うん、こうやってね、豊田市駅前でタットさんのこのラップ調のノリノリな感じで、すごかったよね、いつも来てくれない人たちも集まってくれてとんでも楽しかったです。またぜひコラボしてください。よろしくお願いします。はい、ということで終わりたいと思います。以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートとダット1026でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゲストのダット1026さんにもう一度お気の拍手を。ありがとうございました。ちょっと調子乗りすぎました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。最高です。ありがとうございます。物販グッズ販売になります。